ご視聴ありがとうございます。今回は、あの懐かしい、初代 MSX から、MX2、そして、ターボ R までの、MSX シリーズの歩みについて、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。MSX の誕生。MSX は、1980年代に、日本から誕生した、パソコンの標準規格であり、便利で、楽しい、そして、誰でも、気軽に手に入れることができることを目指した夢のホビーパソコンだったんだ。1983年6月に MSX の標準規格が発表され、いよいよ MSX 陣営である各メーカーが動き出すことになるんだ。そして発表から4ヶ月後の83年10月に記念すべき MSX 第1号の ML8000 が発売され、ここから MSX の歴史がスタートすることになるんだ。この初代 MSX 規格からはソニーや松下、東芝、三菱、ヤマハなど、20社以上のメーカーが、次々と参入し、発売された、マシンの数は、なんと、70機種以上にも上ることになるんだ。すごい数の、MSX マシンが誕生したんですね。そう、このような標準規格による、発売ラッシュの動きは、世界的に見ても、他に類のない現象だったんだ。1983年に、発売された、各メーカーの MSX シリーズを、少しご紹介させていただくと、松下からは、インパクトのある、イメージキャラクターの、キングコングの広告で、知名度を上げることになる、キングコングシリーズや、ソニーからは、イメージキャラクターに、松田聖子さんを起用した、ヒットビットシリーズ。そして、三菱の、レタスシリーズや、サンヨーの、ウェイビーシリーズ。さらに、ヤマハの、ミュージック機能を強化し、手軽に音作りができる、ホビーパソコンを目指した、YIS ブランドや、CX ブランドなど、様々なマシンが、登場しているんだ。そして、翌年の、84年10月には、今までにない、驚きの MSX マシンが登場することになるんだ。驚きのマシン？そう、それはカシオから発売された PV7 なんだ。カシオの PV7？ そう、なぜこの商品がユーザーに大きなインパクトを与えたのかというと、それはなんとこのマシンの驚くべき販売価格なんだ。驚くべき販売価格？そう、この頃の人気の松下の CF2000 やソニーの HD55 など売れ筋のマシンの相場は5万円くらいだったんだ。そんな中、投入された PV7 は、それらの商品よりも、2万円も安い、2万9800円という、衝撃的なプライスで登場したからなんだ。なぜ、カシオは、そんな、低価格路線で、勝負してきたの？それは、MSX 陣営の中で、カシオは、最高発のメーカーだったため、他社では真似できない、製品を送り出そうと、挑戦したのが、この低価格路線の、PV7 なんだ。そして、このマシンは、低スペックながらも、好調な売れ行きを示すことになり、クリスマス商戦では、店頭で山積みされるなど、MSX 市場を大きく盛り上げることになるんだ。ちなみに、カシオの MSX のイメージキャラクターは、今をときめくアイドル歌手の、桜しおりさんでした。このマシンの登場は、後に、MSX を発売するメーカーにも、大きな影響を与えることになり、このメーカーが仕掛けた、価格破壊により、MSX の商品相場が、値崩れし始めたため、後に、採算が取れなくなった、多くの家電メーカーが、MSX から撤退する事態も、引き起こすことになるんだ。MSX 陣営内での、生存競争も、激しくなってきたんですね。そして、初代、MSX が発売された、1983年から、85年は、各メーカーのバラエティ豊かな、商品ラインナップの登場と、リーズナブルでお手軽な価格設定から、多くのユーザーに支持され、85年には、出荷台数が、100万台を突破することになるんだ。おお、MSX、100万台突破。一方で、確かに、このマシンは、手軽に楽しめる、ホビーパソコンとしては、魅力的な商品だったんだけど。でも、シンプルにゲームだけを楽しむ、ハードとしては、やはり、ゲーム専用機として登場した、ファミリーコンピューターに圧倒されることになるんだ。この頃の、ファミコンは、多くのサードパーティーが参加するようになり、シューティングゲームの人気や、スーパーマリオの登場などで、大ブームの時代でしたからね。MX2 の登場。そして、MSX 陣営は、家庭用ゲーム機にも対抗できるように、さらなる性能アップを目指して、新しい MSX 規格を発表することになるんだ。新しい MSX 規格？そう、それが、85年5月に登場した MX2 なんだ。MX2 の登場。この新規格では、初代 MSX で力不足と思われていた様々な機能が強化されることになるんだ。どんな機能が強化されたの？この新規格では、初代 MSX の上位互換に、対応しながらも、メモリラムは 64KB に増加されるなど、様々な機能が追加され、
その中でも、最も注目されたのは、グラフィック性能が大きく、強化されたことなんだ。MSX ユーザー待望の、4社性能への向上ですね。そうなんだ。今回の、新企画では、汎用のチップではなく、ヤマハが開発した、新しい VDB の、9938が採用されることになったんだ。VDB って何ですか？ VDB とは、ビデオディスプレイプロセッサーのことで、ゲームなどの映像表示には欠かせない、画像処理を専門に計算してくれる、グラフィックチップなんだ。今で言う、GPU のことですね。そうだね。このチップは、初代 MSX で採用されていた、9918から、大幅に強化した、上位互換の、ビデオディスプレイプロセッサーとして、開発されたものなんだ。この新しい、VDB の登場により、MSX の泣きどころであった、描画性能が一気に、グレードアップすることになり、それに伴い、MSX 企画対応の、魅力的なゲームタイトルも、次々と発売されることになるんだ。しかし、MX2 企画が、発表された当初は、販売価格が、10万円程度と、とても高価だったため、全企画である、MSX1 からの移行は、なかなか進まなかったんだ。そのため、MX2 が登場した当初は、このマシンの売りである、手軽に購入できる、ホビーパソコンという、コンセプトがうまくアピールできず、1985年から、84年初めの、MSX の出荷台数は、苦戦を強いられることになるんだ。やはり、MSX ユーザーを、驚かせるような、もっと低価格で、扱いやすい商品を、メーカーからは発売してほしいところですね。そうなんだ。だが、しかし、翌年の1986年になると、この状況を打開し、ユーザーが待ち望んだ商品が、登場することになるんだ。それが、この年の10月に、パナソニックから発売された、A1 なんだ。パナソニックの、FS-A1? そう、このマシンは、本体の大幅なコストダウンに、成功し、最新の MX2 企画でありながら、価格は、なんと、29,800円という、超お買い得なマシンとして、登場することになるんだ。おお、3万以下で、MX2 が買えるなんて、さすが、パナソニックさんですね。そのため、MSX ユーザーからは、我々にとって、あのマシンの登場は、2年前に、驚きの価格で登場した、カシオの、MSX 以上の、衝撃的な体験でしたね。という証言が残っているほど、MSX の歴史の中でも、重要な、革命的な商品であり、ユーザーにとって、高嶺の花であった、MX2 を、一気に身近にしてくれたマシンだったんだ。そして、同年には、ソニーから、このライバルのパナソニックに、劣らない、価格と、性能を備えた、HD、F1 も発売され、この、二つのマシンの登場により、MX2 市場が、一気に活性化することになるんだ。MSX も、最盛期がやってきた。86年に発売された、このパナソニックと、ソニーの、新商品を皮切りに、MX2 は、本来のコンセプトであった、ホビーパソコンとしての、本領を発揮し始め、次々と、リーズナブルで、高性能な、MX2 マシンが、登場するようになるんだ。それに伴い、MSX の、ソフトウェアの数も充実するようになり、毎月、数えきれないほどのゲームタイトルが、発売されることになるんだ。特に、注目された作品としては、あのアーケードゲームの名作である、コナミの、グラディウスシリーズだろうね。このシリーズは、グラディウスや、グラディウス2、サラマンダー、そして、グラディウス2、ゴーファーの野望などが発売され、さらに、コナミからは、メタルギアシリーズで有名な、小島秀夫監督の、初代、メタルギアや、名作アドベンチャーゲームの、スナッチャーも登場しています。フロッピーディスクドライブを、搭載した、MSX マシンも登場。MX2 が大きな盛り上がりを見せる中、翌年の、87年には、MSX の楽しみ方を、さらに大きく広げてくれる、新商品が登場することになるんだ。新商品？そう、それは、MSX を引率していた、パナソニックと、ソニーから、両シリーズの、後継モデルとなる、A1F と、F1XD が、登場することになるんだ。価格は、両方とも、54,800円でした。この2社の、新商品の、何が画期的だったの？それは、フロッピーディスクドライブを、内蔵しながらも、5万円台で手に入る、MSX が登場したからなんだ。FSD が、標準装備された、ホビーパソコンということ？そうだね。そのため、今まで、高価でなかなか手の届かなかった、フロッピーディスクドライブが、お手軽な価格で、手に入れられるようになり、これで一気に、MSX ユーザーの中で、フロッピーディスクが、普及するようになるんだ。そして、この媒体に対応した、ソフトウェアも充実するようになり、さらに、家庭用ゲーム機では味わえない、ユーザーによる、自作プログラムの文化も、盛んになっていくんだ。そして、この1987年から、88年こそが、MSX の歴史の中で、最も大きな盛り上がりを見せた、時代でもあったんだ。おお、この頃が、MSX の、黄金時代だったんですね。
マイナーバージョンアップされた、MX2 プラスの登場。そんな、大きな盛り上がりを見せていた、88年に、新たな新企画である、MX2 プラスが登場することになるんだ。MX2 プラス？そう、この企画は、MX2 から、さらにグラフィック機能を中心に、強化が図られたものであり。グラフィックチップである、VDP は、さらに進化した、V9958 を採用し、それによって、画面の最大色表示数が、256色から、一気に、19268色まで、大幅に向上することになるんだ。さらに、サウンドに関しても、FM 音源が、事実上の標準になるなど、MSX の表現力は、他のライバルたちに負けないほど、進化することになるんだ。それ以外にも、漢字ロムを、標準搭載するなど、この、MX2 プラスによって、この企画の機能的な、不満は、ほぼ解消されることになるんだ。MSX の誕生から5年目で、ついに、最も、理想的な、MSX 企画が、完成したということですね。そうだね。でも、この企画名が、MSX3 ではないことからもわかるように、MX2 プラスは、マイナーチェンジの、小さな進化にとどまることになってしまい、MSX ユーザーにとっては、中途半端な印象が残る、企画でもあったんだ。ファンからすれば、大きくメジャーバージョンアップするであろう、MSX3 の登場を、期待していたのでしょうね。一方で、激しい MSX メーカー同士の、価格競争の中から、多くの企業が、MSX から撤退することになるんだ。あらー。結局、MX2 プラスに参加したメーカーは、ソニーと、パナソニック、そして、三洋の、三社だけになってしまいましたからね。最後の、MSX、ターボ R の登場。そして、1980年代末になると、最盛期を迎えていた、この MSX にも、少しずつ陰りが見え始めてくるんだ。それは、なぜですか？それは、最大のライバルである、家庭用ゲーム機の、脅威なんだ。そういえば、この頃、家庭用ゲーム市場では、ファミコンや、PC エンジン、そして、メガドライブが活躍していた時代ですからね。そうなんだ。それに、あのファミコンの後継機種である、スーパーファミコンの発売も、1年後に迫ってきていたからね。MSX にとって、スーパーファミコンの登場は、かなりの、脅威ですね。当然、MSX ユーザーからは、次の MSX 企画で、スーパーファミコンを超える、描画性能を期待する声も、出始めるようになるんだ。そして、MX2 プラスの登場から、2年後の、1990年に、新しい、MSX 企画が発表されることになるんだ。おお、ついに、MSX3 の登場ですか？いや、ターボ R という、新企画が発表されることになったんだ。あら、このターボ R は、MX2 プラスから、どう進化したの？そう、この新企画では、CPU が、8ビットの、Z8 から、16ビットの、R800 に進化することになり、メインのラムも、256KB まで、拡張されることになるんだ。あれ、MSX ユーザーが求めていた、スーパーファミコンを超える、グラフィック性能の強化は、どうなってしまったの？実は、描画性能の強化は、見送られてしまったんだ。このターボ R での主な、進化は、CPU の強化と、メインラムの増加にとどまってしまったんだ。あれ、ライバルのハードたちに比べて、MSX の進化の伸びが、鈍化してきている気がしますけど。MSX は、大丈夫でしょうか？どんどん、高性能になっている、家庭用ゲーム機と、パソコンの、板挟みになってきているような。そうなんだ。この頃、パソコン市場は、国民機と言われていた、NEC の、PC98 シリーズが、圧倒的なシェアを、握るようになっていたし、スーパーファミコン以上の、表現力を、自作ゲームで実現したいのなら、シャープの、X68000 という、魅力的なマシンも登場しているしね。それに、低価格なパソコンとしては、エプソンなどのメーカーが、お買い得なマシンを発売していたからね。さらに、家庭用ゲーム機としては、高性能なスーパーファミコンや、メガドライブ、そして PC エンジンという、強力な陣営が、待ち構えていますからね。そうなんだ。そのため、劣勢に立たされるようになってきた、MSX では、賛同するメーカーは、徐々に減ってゆくことになり、このターボ R 企画に参加したのは、とうとう、松下電器、一社になってしまったんだ。あれー、ソニーさんも、脱退してしまったんですね。そんな、四面楚歌の中、90年10月に、ターボ R 企画の A1ST が発売されることになるんだ。この新商品は、MSX マシンの、唯一の、新商品ということもあり、各店で品切れが続出し、当初は、3万台も出荷されるほど、好調な売れ行きを示すことになるんだ。おお、MSX の巻き返しが、期待できるかもしれませんね。そして、その勢いに乗り、翌年の、91年11月には、マイナーチェンジされた、A1GT が、発売されるんだ。これが、16ビットの、決め技だー。しかし、エプソンなどの、低価格で、高性能なパソコンの登場や、圧倒的な人気の、
家庭用ゲーム機に押されてしまい、出荷台数は7000台と大幅に減少してしまうんだ。あらー。結局、この A1GT を最後に松下電器も MSX の発売を終了することになるんだ。その後、新たな MSX 規格は制定されることはなく、このターボ R が最後の MSX マシンになってしまったんだ。その後の MSX。ターボ R の販売が終了してしまった後、MSX はどうなってしまったの？実は、MSX を引率していた、アスキーの MSX マガジンが、92年に休刊してしまうなど、MSX は、メーカーからも、そして、企画提唱者である、アスキーからも見放された存在になってしまったんだ。あらー、アスキー、お前もかー。でも、これで、MSX の灯火が、消えたわけじゃないんだ。ということは？そう、MSX ユーザーによって、この企画は、存続し続けるんだ。例えば、当時、少しずつ普及し始めていた、パソコン通信や、インターネットによって、MSX のファンたちが、交流を、図るようになり、90年代後半には、同人ソフトや、ユーザー主催によるイベントが開催されるなど、現在でも、MSX は、愛好家たちによって、愛用され続けているんだよ。それに、この企画は、メーカーが手を離しても、内部構造がシンプルで、情報も一般に公開されているため、今も、MSX ユーザーの手で、ソフトや、ハードウェアが作られ続けているんだ。かくして、MSX によって、ものづくりの楽しさを覚えた、子供たちが、今度は、自ら立ち上がり、MSX の灯火を、今も、灯し続けているんだよ。MSX は、永遠なりー。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。